こんにちは。居合一人稽古です。今回、刀剣豆知識と題して、日本刀の各部名称を順次紹介していきたいと思います。居合を始める時の必需品、刀。その刀とこしらえの各部名称を紹介します。またそれにまつわることわざと関連する事柄を豆知識機として楽しみながら学びましょう。日本刀。武士の魂とまで言われる日本の伝統的な芸術品。刀身自身と周りの装飾を含めた、こしらえと呼ばれる部分の名称に、毎回一つだけスポットを当てて解説をします。今回のピンスポットは、火です。日本刀の火とは、別読みで問とも読みますが、ここでは火と読む方の意味合いです。日本刀の刀身に彫られる細長い溝、その役割は軽量化とか血流し、または風摂り音とか美観など諸説言われていますが、実際にはよく分かっていません。火が描かれた日本刀の方が好きという刀剣ファンも多いそうです。火に関連することわざ、用語。腰火、掛け火、雨どい、水筒。実は後半の3つは刀の火とは関係なくて、建築の問いに関連するものです。ここはやはり意味の少ない腰火についての意味を解説します。腰火とは、
碑の種類の一つで、刀身の中子近くにのみ書かれた短い溝のこと。他に棒碑、二筋碑、添え碑などがあります。また腰碑とは別によく似たものに刀身彫刻があります。魔除けや守護の思いを込めて、神仏、龍、梵字などが彫られています。以上がことわざ豆知識でした。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。今回から日本刀及びこしらえの各部名称と、それに関連することわざも順次紹介していこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、コメントの方もお気軽に書いていただけると、動画制作の励みになります。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アディオス。